こんにちは、おもとの方面園です。今日はこの綺麗な木、白鷺城、もともと羽衣と呼ばれてたこの木をご紹介します。本当に綺麗なこの白い斑と根性の深さ、この緑の濃さが特徴です。この緑というのはもともとこういった形で根覆輪とも言われてまして、葉っぱの縁取りがこの緑色になる、この紺色になるのを紺覆輪と呼んでいます。千代田の松とかがそうですね。で、この紺覆輪にこの符と何ですかね、この島、紺島、緑島が来るのがこの木の特徴です。この木としては全部で7本から8本現時点であります。そうですね、大体これ大きくなると大体これで、これ2歳割子なんですが、30センチぐらいですかね。で、葉幅がこれで大体5センチぐらい、こっちの方だと6センチぐらいあったと思うんですけど、このぐらいですね。で、これが本当に有名になったのが2023年の満遊会で、満遊賞トップを取った時の 木ですね。この手前の木がこちらです。で、このような形で株立ちになると本当に綺麗ですね。この白さとこの紺、緑のこのコントラストが最高です。はい、という非常に綺麗な白鷺城のご紹介でした。おもとの方面でした。ありがとうございました。